こんにちは、ポメガネです。今日も元気に動画撮ってきますよ。いよいよですね、ファクトリー900の超人気アイテム160番の店頭在庫分が入荷しました。オン。じゃじゃん。こちらがファクトリー900の FA160 番です。もともとこのモデルはバイカー用に開発されたモデルで、このフロント、肉厚なフロントに、この裏にレザーですねの風の巻き込み防止のフードがついたようなモデルになります。ただこの後ろの部分は取り外しができるので、つけたり外したりということで切り返しができるフレームでもあります。もともと入っているレンズも薄いグレーカラーが入ってますので、このままサングラスとして使っていただくことも可能です。もちろん中のレンズを入れ替えて、クリアにしたりとか、あとは度付きにすることも可能ですね。ちょっと試しにかけてみたいと思います。オン。レザーのままかけるとこんな感じですね。かなり強そうです。上から見ていただいても分かると思うんですけれど、非常に隙間がないので、この巻き込みも少なくかけていただけるかなという感じですね。でちょっとレザーを外してみたいと思います。オンオン。こんな感じにパチッとスナップで鼻の部分で外せて、サイドをずっと外すと、これで外した状態です。かけるとこんな感じです。試しにですね、ちょっと中のレンズも外してみたいと思います。よいしょ。レンズを外すとこんな感じです。まあ、クリアのイメージですね。クリアになるとこんな印象です。レンズに色がないとフレームのインパクトがより強調される感じですね。日常的に使うメガネとして使っていただいても、とってもこうパンチが効いててかっこいいかなと思いますね。ということで本日はファクトリー900の FA160 番をご紹介しました。では。